のクラッチポインツは、今シーズンの大谷が、ここまでに40本塁打を記録し、リーグの本塁打大争いをリードしていたことに触れた上で、大谷はこの試合の41号本塁打によって、アメリカンリーグのすべての球場で、本塁打を放つという画期的な記録を打ち立てたと、記録達成を驚きとともに伝えている。記事内では 大谷翔平が先発したもののエンジェルスの後続投手が打たれオリオールズの19連敗を止めることとなった前日の試合現地時間25日についても言及歴史的な連敗を止めた翌日の試合もエンジェルスは1対13で敗れた大谷の41号が空砲になってしまったのは彼にとっても非常に残念なことだろうと打撃で存在感を示したものの チームの勝利につながらなかった大谷の心情を推察している。さらに同志は今年もプレーオフに進出するのは厳しい様相を呈しているというエンジェルスの中で安定した成績を収めている大谷を高く評価。ここまで41本塁打を放っているスラッガーはアメリカンリーグの本塁打王ランキングをリードするだけでなく89打点の印象的な活躍を見せている。一方、 投手としてもここまで105.0イーニングを投げ、防御率3.00を達成している。大谷は、間もなく2021年のアメリカンリーグの MVP 賞を獲得することになるだろうと、投打にわたって、活躍を続ける大谷の展望予測で、記事は締めくくられている。規格外のパフォーマンスを続ける大谷翔平。どのような成績でシーズンを締めくくるのか。 その活躍の行方をこれからも見守りたい。8月は3勝0敗、防御2.88と好成績をマーク。エンゼルス、大谷翔平投手が31日、日本時間9月1日の本拠地、ヤンキース戦で先発マウンドに上がる見通しとなった。ジョー・マドン監督が27日、同28日の本拠地、パドレス戦前に明らかにしたもので、中5日を明けての登板となる。エンゼルスでは、 右腕、バンディが、右肩痛で、新人サワンゲトマーズも負傷者リスト入りするなど、先発陣に離脱者が続出している。30日の敵地、ヤンキース戦の先発投手は決まっていないものの、マドン監督は、翔平、そしてバリアが火曜日、水曜日、現地31日、9月1日となると思うと、明かした。8月は4試合登板して3勝0敗。 防御率2.88、計25イニングを投げて、27奪三振、三四球と安定感のある投球を見せている。校長ヤンキース打線を抑え、史上初の投打月間 MVP へアピールとなるか、注目が集まる MLB 公式サイトは27日、専門家たちによる、現時点での今季のサイヤング賞投票結果を発表。アリーグで、 大谷翔平選手、エンゼルスが5位に入った以下、成績は24日、終了時点。大谷は65の1秒のうち3秒を獲得。投球回数が少ないかもしれないが、105イニングを投げて防御率3.00、ホイップ1.06、127三振をマーク。7月以降は調子を上げており、7試合の先発で防御率2.20。 44三振に対して4、死球と安定していたとの寸評がついた。なおア・リーグの最有力候補となったのは、1位表を31個獲得したゲリット、コール、ヤンキース、以下、ランスリン、ホワイトソックス、ロビー・レイ、ブルージェイズ、クリス・バシット、アスレチックスが上位に入った。ナ・リーグのトップは、1位表を35個集めた、ウォーカー・ビューラー。 ロジャースだった大谷翔平、1番 DH で、先発出場のヒッターから2戦、連発42号なるか。本拠地、パドレス戦で、1番、指名打者で、先発出場。エンゼルスパドレス、日本時間28日、アナハイム。エンゼルスの大谷翔平投手は27日、日本時間28日、試合開始10時38分。本拠地、パドレス戦で、 一番、指名打者で、先発出場する。二試合連続となる四十二号本塁打に期待が、かかる。前日二十六日、同二十七日の敵地、オリオールズ戦で初回の第一打席で、先頭打者弾となる四十一号を放った。五回の、第三打席では、キャリア初の規定打席に到達し、二打数一安打2支給リーグの本塁打大争いでは大谷が、 両リーグ最多41本塁打で2位のブルージェイズ・ゲレーロジュニアに5本リードしているパドレスは右腕ジョーマスグローブが先発する今年1月にトレードでパドレス入りした右腕は4月9日同等日の敵地レンジャーズ戦で球団史上初のノーヒットノーランを達成した今季は25試合登板し8勝8敗防御率3.04大谷とは初対戦となる